をやれば 100% なんですよ。本当にこんなんでいいのって売り上げが全然変わるから、コーチングを学んでおるとセールスが完成するわけ。最近うちのママためコーチング塾生の中にもセールスをどんどん始める人が出てきたんだよね。セールスってみんなやっぱすげえなんかね、こうメンタルブロックが発動するというか、普通に考えたら分かることねっていうことを全然できてない方がいるので、セミナーの中でしか教えてないことを YouTube で無料で流したろうかなと思って学ぶのと、逆に何も知らないでいくのとでは全然違うんだね。セールスできるんじゃねみたいなイメージを持ってコーチングを学ぶと、マネタイズまでの時間というかぐっと縮まるんだよね。だから最後のさ、ゴール地点がやっぱ分かんない、目的地が分かんないと、まあ、大変かなと思うので、ぜひビジネス初心者の方も、むしろもうビジネスをやろうとすら思ってない人も、セールスのイメージが多分ガラリと変わる、こんなんでいいのって思えると思うので、それがね、僕自身が、ずっとやってきたセールス手法なのでね、まあ、その名もですね、もう後出しセールス法なんで、このね、後出しセールス法を持っておると売上が全然変わるから、売上がガーンと上げたいよっていう方は、今日のこの動画ね、マジで最後まで見てもらえるといいかなと思って、やっております。まず翔ちゃんさ、こうカメラマンのね、翔ちゃん来てるけど、いくらの商品を売ったのが一番高単価ですか？高単価売ったことあんまない。そもそも高単価を売ったことがないっていうね。講座とかそういうやつですよ。まあ、講座とかね、コーチングとかセッションとかコンサルとか。もほぼ単発でしか売ったことがない。単発ね。単発いくらぐらいだったのそれは？マックスは14万。14万、でも14万も十分高単価だよね。で、高単価って、まあ、いくらからっていうそういう定義はないけれども、まあ、半年間30万みたいなのがなんかこのコンテンツ業界でなんかあるんだよね。今日皆さんにお伝えする方法は 100% 売れるセールス法です。やばない？これ怪しい。めちゃくちゃ怪しいよね。それはドラゴン先生だからでしょうじゃなくて、この方法やれば 100% なんですよ。本当に嘘つきうめーと思ってる人も最後まで見て、このねセールス法のために必要不可欠なものがあるんですよ。実はそれがコーチングが必要になってくる。コーチング学んでないと多分 20% とか 30% とかにガンと落ちるわけなんだけど、コーチングを学んでおるとこのセールスが完成するわけ。パーセンテージが低い人ってのは間違いなくコーチングができてないってことで、今日はねコーチングも含めて、教えていこうかなと思っています。お客さんに高単価な商品を売りたいとするじゃん、はい、まず何からしますかって話。相手の話を聞く。まずね、相手の話を聞く。コーチングやってる人だったらその程度は当然できるよね。相手の話を聞くと今が分かるよね。この状態から、じゃあ今こういう悩みがあるんですね、じゃあこっちになるために、どうしますかみたいなことをやってしまいがちなんだけど、これダメなんですよ絶対。それは何かというと、現在の延長線上に目標を据えちゃってるから。延長線上っていうことは、一人でもなんとか頑張ればやりますってなっちゃうわけ。だったらこれ売れないんだよ。そもそも 100% 売れるセールス法って何なのかっていうと、高い理想の状態をまず描くってことだね。で、これはコーチングで描いていくんですよ。これどうやって、高い状態を持っていくんですかっていうと、カメラマンだよね、はい、それ以外なんか仕事してたっけ？カメラマン一本で。カメラマンとして今後どうなっていきたいですかっていうと、カメラマンとしてしか考えないわけ。カメラマンとして今後どうなっていきたいってある？3ヶ月後まで予約が取れないカメラマンになりたい。行列のできるカメラマンになりたいよっていう、まあ、それがもうそれ達成したらどうですかっていう切り替えになってくるわけよ。達成できたらもう死んでも OK？ もうすぐ殺しちゃうんですよ俺人をね。そう、もうそのさ3ヶ月間もうずっと僕は行列ができる、それをずっと人生歩んでいきたいですか？違うような気がしますね。ここからがコーチングスタートなんだよね。それはもう達成するに決まってますよねっていうのはコーチのマインドなわけ。思考は現実化する。達成しちゃったらもう死んでもいいの？終わっちゃ嫌だなってなったら、じゃあここからどうなりたいのかっていうところをどんどん出していくわけですよ。もう3ヶ月ずっと予約を待ってる、その状態ちょっと想像してほしいんだよね。何が見えますか？何が聞こえますか？何を感じますか？充実感、成果が、忙しい感じですね。忙しいね。時間はあんまりなくて、仕事に追われてることに何か満足感を感じてる、まあ、お金の心配がないっていう感じですかね。いいねいいねいいね。そうだから、どん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 この味わってもらうんだよね、自分の理想の状態っていうのね。いわゆる VAK っていうやつ知ってるかな？聞いたこと。V はね、まあ、ビジョンなので何が見えるか。
で A はオーディオなので何が聞こえるか、 K はキネシーなんとかだから体感覚、何を感じるかっていうところでイメージしてもらって、そうするとさ、で理想の状態をある程度まで上げたなと思ったら、次やることが、これがまあ人生のゴールとも言われているもの、こうなったら死んでもいいという状態、他者貢献のエネルギー、つまり自分の生活水準を上げたい、それ大事大事、これも上げていく、それだけじゃ実は理想じゃなくって、そこからいかに多くの人に影響を与えていくか、多くの人をこう笑顔にしていくかみたいなエネルギーを持っていくわけなんだよね。このゴールっていうものを設定することがまず第一条件なわけ、ゴールで設定しますと。この世界とここの世界って全然違う気がしない？ここだと一人で行けるわけ、ここってどうやって行ったらいいか分かんないよ。で俺に至ってはもう自分が本当にやりたいこと、仲いいことを一緒になって自分のやりたいことを熱中してるみたいな、そういう世界線を俺見てるわけよ。ゴールっていうところ見続けているかっていうのが大事になってくる。そこばっか見てても現実ってやってこないわけ。大事になってくるのが逆算っていう考え方のね。この子供たちが毎日笑顔でワクワク過ごせる社会を作っているんだ、その世界になったらもう死んでもいいっていう、それを描いた時にそこからやりたいことを出したわけ、達成したいこと、そのうちの一つがトヨタスタジアム4万5000席を満席にするっていう、2024年が取れないんだ予約がっていうのが分かって、別に落ち込むわけじゃなくて、じゃあ来年取れるようにやっていこう。今度だけ、ちなみに2024年10月13日に群馬県の伊勢崎市で1万人のイベントを主催することになりました。ありがとうございますね。5年後、2024年にトヨタスタジアムで見てたのにそれが叶わなかった、でも群馬県で1万人のイベントを主催することになるっていう、まあ、これは引き寄せっていうんだけどね、ギャップを埋めるために商品を作るんですよ。現在の状態から目標を設定したものじゃなくって、自分の本当の理想の状態からのこのギャップに対して商品を当てていくっていう考え方なんですよ。2025年の10月に取れるように動きますと、予約が取れたらいくらくださいねって言われたら、お出すよね。豊田市とか愛知県教育委員会の講演も取って、全部の家庭にチラシが巻けるようにしますよって言われたら、いくらだって出すよね。理想なのこれ、こっち側を描いてそこに対してこういうサポートするって言ったら、商社も買っちゃうんだよね。これが 100% 売れるセールス法の本質なわけ。商品っていうのは実は後からオーダーメイドなんです。目指したいゴール、人生のそれに対する達成したいこと聞き出した上で、じゃあ自分がこれはできます、提案していったら、あそれだったら手伝ってほしいとか、そこで自分のやれることっていうのをやっていくわけです。ここがね、狭いと単価は安いし売れないよね。だって自分の一人でできるから。でもこのバコーンと上げるためにはプロコーチとしてここを見続けて生きてないとダメだよ。だからコーチング学ぼうって言ってるわけ。年商が1億2億しょぼいよって人は買わないよ俺の商品は。元教員で3年4年で1億2億まで行ってんだったら、から背中を押してほしいなっていう人がママためコーチング塾に来てる場合が多いわけだよね。後からオーダーメイドで作るんだって。で一番やっちゃいかんのが先に商品を作るってことよ。マインドセットを整えるっていう講座やろう。じゃあ SNS 使って LINE に来てもらう SNS と LINE マーケティングを教えようと。もう当然コーチングを教えよう。それがママためコーチング塾ベーシックの商品として出たわけ。先に自分で作っちゃうと、だって誰の声も入ってないよね。勝手に自分が作り出したものじゃんか。初めは一人一人にベストマッチの商品を作るっていう、こっから始めてほしいわけ。オーダーメイドした上で提案すると、一番大事な考え方、一人一人を大切にする、これが本質だと思ってるから。あの人間心理学センターピース、ターボさん、犬飼ターボさんは今のそのニーズにベストマッチしたものを常にこうブラッシュアップしていって講座をしている。ママためコーチング塾は1期でも2期でも全然違う。今5月から始まってくる5期だけど完全に違います。今の時代にマッチしたもの、変えるものと変えないもので意識して過去最高の授業になること自信があるよと。ママためではこの理想の状態の出し方とか、あのゴール設定の仕方とか、逆算の仕方、商品の提案の仕方からパッケージして、もうオールインワンの講座にしてるという。ぜひね、興味のある方はまずは LINE で体験会来てもらえたら嬉しいなと思っています。このギャップを埋めるんだから、高単価の商品も売れるし、本気でやらないと達成できないからね。だからプロコーチ自身も売ったからにはプロコーチも成長していく、学んでいく、それが大事だなと思っているので、皆さんもこの 100% 売れるセールス法、これ何度も見返してもらってゴールに近づけていってほしいなと思っております。これ見るだけ、これやるだけで売上全然変わるからね。10万20万だとしたら40万50万60万の商品作れるよ、本気でこれコーチングやればっていうところなので、僕はコーチングを学ぶことをお勧めしてますんで、概要欄の LINE の方から、まあ、コーチング学びたいなと思う人は一度体験会に来てみてほしいと思います。ということで、一生教員でいいの？またねー。